自分が忠義を尽くしているということを感じさせたらもう本当の忠義ではないということをが書かれている。三島社長、おお、うん、何読まれてるんですか今か。今はね、はい、これね、朱雀家の滅亡だよ。あ、三島由紀夫ですね。これもう何百回読んだか分かんないんだけど、はい、あ、朱雀家の滅亡っていうの、はい、今ちょっと時間があるんでね、今読み直してるんだよ。あ、そうなんですね。古い、だいぶ古い本で読まれてますね、うん、社長。出た本だよね、はい、最初に出た時の朱雀家の滅亡という、はい、これはね、はい、三島由紀夫のね、最もその忠義、忠義に関するね、最も文学的および哲学的な一番深い本だよ。忠義ですか。そうだよ、はい、その忠義も孤忠、孤独なる忠義と三島由紀夫は言ってるんだけど、はい、人に分からない忠義を尽くすのが忠義であるっていうこともね、これ朱雀という人の、あの話でもって書かれてるんだよ。そうなんですね、うん、これを何度俺はね、これを読んで泣いてるか分かんないよ。だから要するに葉隠れで言えば、はい、忍ぶ恋ですよ。葉隠れの忍ぶ恋が忠義になった場合にはどうなるか、はい、そういうことがね書かれてんだよ。人に分かってはいけないということ、その忠義を尽くしてるっていうことが、ね、そう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 、遠くから見るものが忠義だというんで、はい、忠義を、例えばこの朱雀家の場合にはもちろん、あの昔の華族さんの話で、はい、あの天皇陛下に対する忠義なんだけども、うん、天皇陛下そのものに自分が忠義を尽くしているということを感じさせたらもう本当の忠義ではないということをが書かれている。三島由紀夫の一つの忍ぶ恋の思想なんだよ。うん、そういうことなんですね。素晴らしいよ。もうすごい戯曲だから。社長は何歳の時にこの本読まれたんですか、初めて。これ読んだのはもう中学1年ぐらいだったかな。中1か小6かちょっと忘れたけど、中1か小6、そのどっちかだよ、うん、その時にもう、あ、これはあの忍ぶ恋、葉隠れでいうところの忍ぶ恋、葉隠れを中心に生きてるから分かるよ。バシッときたわけですね。そうだよ。でもまあ人間の忠義というものを表す本の中では日本最高の、はい、これ以外だと忠義を表すのは一回取り上げたかどうかちょっと忘れたけど、安倍一族ね、はい、森外の、はい、森外の安倍一族と、これ三島由紀夫の朱雀家の滅亡だよ、はい、これが忠義、本当の忠義とは何か、うん、で本当の忠義とはイコール忍ぶ恋なんで、うん、それが本当に忍ぶ恋になってるんだということを、なんだろう、芸術的、演劇的だから芸術的に理解する最大の本だよ。これまあしょっちゅうだから、これは時間ができると思う、これしょっちゅうね、あ、読まれてる、ずっとだから見てるんで、何百回も読んだか分かんないっていう、はい、うん、どうだろう、小6か中1から、はい、まあ、今72歳、はい、今日まで、はい、まあ、暇があれば絶えず見てるわけだから、要はすごいですね。すごくはねえけど、別にすごいって言っちゃいけませんねすごくはないよ社長にとっては当たり前なんですもんね、うん、あの社長、今忍ぶ恋っていうお話が出たんですけども、はいはいはい、あの社長の葉隠れ実会の中ではやっぱり、まあ、中心としていつも取り上げられていますけれども、うんうん、その忍ぶ恋っていうのはそもそもどういうことなんですか。忍ぶ恋は俺が本にも何度も同じこと書いてるけども、絶対に到達できない、到達不能の憧れよ。うん、到達できるものは欲望に転化するから、はい、絶対に到達できないものってことだよ。うん、以前録の動画を撮らせていただいた時に、社長は絶対に到達できない何者かをいつも求めてるから原生的な欲がないんだというふうに、まあ、そうなっちゃったんだろうな、はい、なんか徐々にだろうけどなってったっていうことだよね、はい、なってったっていうこと、ね、多分そうだよ。葉隠れからだって好きやわけだから、はい、根底にあるわけですからね。小学校からずっと葉隠れのことばっかり考えてれば、はい、だん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 とこう、なってくんだよ。そういうことですね。そうだよ、到達できない、絶対に到達不能の、はい、憧れと、どこにでも書いてるよ俺は、はい、これは別に珍しい思想じゃなくて、うん、まあしょっちゅう俺が例に挙げるけども、はい、例えばヨーロッパで騎士道が盛んな頃に、はい、騎士の叙任式では、うん、憧れの女性っていうのを必ず公の人間 にみんな発表しなきゃなんないよ、はいはい、私は誰々という女性に憧れて、うん、
この人を守るために一生涯自分の命を捧げますという宣誓をするんだよ、はいはい、それがだからもしかしたら自分と付き合ったり結婚したりできる可能性がある人はダメなんだよ、はい、一番簡単なのはもうマリア様とかさ、はい、あとは、自分の主君の奥さんとか、うん、まあそういうあとは何だろうこうもう死んだ人とか、はい、から生きててももう誰かの奥さんでも触れ合うことはないという、はい、そういうことがもう現世的に決まってる人だよ、はい、そういう人を必ず選んで、うん、憧れの女性というのに その人に仕えるっていうふうな先生をするという、うんはい、まあ思想的には同じようなもんだよ。同じですね。社長はどなただったんですか？そういうバカな質問はダメだよ。ダメですか、うん、知りたかったんですけど。そういう興味は自分が破壊されていくだけだ、はい、あそうなんですね、うん、そういう芸能的興味といって、はいはい、これは何人でもいいんですか？憧れの人たくさんいてもいいものなんですか？まあ、これはでも変、はい、変える場合は変えなきゃダメだよね。だから前の人を取り下げてっていう、はい、あそういうことなんですね。でもそういうことはほとんど起こんないよね。もう一人って決めたらもうその人にもう永遠に、だいたい怒る人はダメだろうね。はい、うん、怒る人はもうダメだっていうことは、はい、騎士道やなんかでも、セーベルナールの騎士道天板にも書かれてるね。なるほど、はい、一度、決めたら神に制約したものが後で変わるんなら、はい、もうその人間そのものが昔の考えならクズだから、はあ、厳しいですね。いや厳しくはないよ。厳しくないですか？だからいつもの話だけど、はい、厳しいと取る人はダメだ。あ、はい、だって一つの文化として、はい、歴史的に多くの武士とか多くの騎士がやってきたことだから、はい、厳しかったら誰もできないから。ああ、そっか、うん。もう過去にやってきた人たちが、ね、多くの人がやってるんで、現代人にいないだけで。ああ、そうか。我々の先祖は、はい、みんなそうやって生きてる人たちが、うん、ある意味じゃ上層階級を示したっていうか、はい、指導者だったわけだから、はい、武士とか騎士とか。はい、だからでも何万人って多分いるだろうよ、うん。だからそういう何千何万という単位の人がやってたことだから、はいはい、それを厳しいなんていうこと自体が、はい、やる気がないと。多くの人がそうやって生きてきたから、はい、そうですね、うん、自分もできないはずないですよね。そうだよ、はい、じゃ ありがとうございました。社長、須田家の滅亡っていうのはこれ戯曲なんで、はい、簡単に読める本だから、はい、ぜひみんなも読んで、はい、やってみます、はい、ありがとうございます、はい、お